若い子頑張ってる、うん、そういう成長が見えることで、その中でチームが勝利していく、うん、そういう中に、うん、みんなが関わっていくっていうのはすごい見えましたね、うん、でもやっぱそれがどうしても続かなかった、うん、まあやっぱり常にねいいものを出せるっていうのは難しい、そういう不安定なね、まあ、成績だし内容でしたし、うん、まあそういう、うん、いいとこと難しいとこがはっきり出たね、うん、ようなシーズンでしたね。ハイネル青山へ、もういいところ見ていた、青山からドグラス先制、広島見事なスルーパス、青山からドグラス・ビエイラ。今思えば自分でもよく出したなってね思いますね。それはやっぱ反応して出したプレーだと思うし、うん、本当その一瞬の判断が、うん、出てきたなっていうのはね、あのプレーだと思うんで、うん、まあ、自分が求めているプレーですし、まあ、サポーターの皆さんもねそういうプレー見たいなって多分、うん、期待してくれているプレーだと思うんですけど、うん、まあ、やっぱり年に1回でもねああいうボールでゴール決まるっていうのはね自分にとってやっぱり本当価値があるものだと思いますし、まあ、それを1回と言わずにね、何度も何度もそういうチャンス作りたいのは本音ですけど、やっぱり今の自分の実力は、うんうん、まあ、なかなか厳しいなって思うんですけど、でもやっぱ出せるっていうのはね、うん、まあ、あのプレーでね自分も自信になりましたし、うん、やっぱりあれを狙うべき練習してんだろうなっていうのはね思ったので、うん、いやでもいいボールだったな、うん、まあ、やっぱり僕たちは何のためにねサッカーしているか、うん、やっぱり、うん、誰かに喜んでもらうため、うん、そういう使命感があると思うんですけど、どうしてもそれがこうダイレクトで伝わってこない、うん、まあ、こういう小さなクラブでね、うん、そこの一体感っていうのはね非常に力になっててくれた部分が大きかったので、まあ、今までそうやって、まあ、勝利を手にしてきたっていうのは自分の中でありますし、まあ、それが、うん、自分たちの強さだと思ってるんで、まあ、それがやっぱりこの2年間ねどうしても、うん、苦しい状況に、ね、あるっていうのは、うん、まあ、一番今のそこの結果にね直結している分じゃないかなって僕は感じてるんで、もう本当早くこの状況がねクリアしてほしい、うん、自分自身はね36歳まあ、どういうシーズンになるかわからないです、ね、まあ、でもやっぱり先発にこだわりますし試合に出ることにね、うん、が自分の一番の価値存在価値だと思ってるんで、まあ、クラブはねもうさすが若い選手たち出てこいとそれは間違いなく思ってると思うんですけど、まあ、自分自身はねやっぱり譲れないものはね常にそこはあるので、うん、まあ、そういう気持ちはね出せる36歳1年にしたいなと思います。